白あこばあのちょっと最近いい話ブームというかそういう番組が結構ねなんかできていい話してくれみたいな体験したでそういう番組のスタッフの方が僕のとこ来てくれてありませんかみたいなリサーチを来てくれたんですけどこれ振り返ってみたら僕全然ないんですよ俺なんで俺ないんやろうと思ってこういうのどうですかねっていやなんかあんまり良くないですねみたいなあそうですねみたいな言われてなんで俺人生誰よりも薄っぺらなんかなと思ってて、誰でも一つや二つや三つはあるんですけどね言われて、あそうですかちょっとあの思い出しておきますみたいな言ってて、で一人で考えてなんで俺なんやろうと思って、もしかしたら俺が僕はねあの無意識に避けてんのかな、あんまりそういうの得意じゃないというか苦手というか、そういうところにも飛び込んでいかなあかんなみたいな思いに駆られてたんですよ。でよくよく考えたらあのマンションの近くに花壇みたいなのがあるんですけど、一箇所だけ何も生えてないゾーンがあるんですよね、花壇に。でもそこにあの毎日じょうろで水あげてるおじいちゃんがおるんですよ、もしかしたらあれなんかいい話それこそそこにあるんちゃうかな、誰かとの約束のために水をあげてるとか、誰かを待つためにずっともう咲かないはずのとこに水あげてる、これちょっと飛び込もうと思って、おじいちゃん前そこ水あげてますよね、これなんか入るんですかって聞いたら、いやこれな猫来るからな毒撒いたってね。やっぱ僕の人生にはちょっと訪れない、怖い、いやなと思って、愛のかけらもない、愛なき道を行ってるんですね僕だから寂しい人生を送ってるんですね、そういう運命深怖い話やな、深怖い話やなすごいな天津木村が全然出てないんですよね、します、ああ、今後はどうしますか、俺はやっぱ大好きでしょうね、わかりました、ちょっとこの前聞いた話なんですけど、ケンコバに、なんかラスベガス行き、成田着の飛行機にあのアントニオ猪木さんが乗ってはったんですって、でアントニオ猪木さんの横にお月なんですかね、あの藤田ってあのゴリラの、レスラーの藤田がね、いい時プライドのよく出てらっしゃる、ね、で猪木さんが奥に座って窓側に座って、あの藤田があの通路側に座ってはったんですって、あの飛び出してラスベガスをで成田に着いたんですって、で着いてあのポーンって言うて降りていい時にずっと藤田がめっちゃ響きかいて寝てるんですって、ゴリラですから、そうやな、言うて、そんな猪木さんが藤田成田だぞ藤田藤田ぞ藤田藤田ついたぞ藤田、あっ藤田、パッどついたんですか、あっ、藤田藤田、起きろ藤田、なりそうぞって絶対うるせえ、今日女なんですね、そんなに藤田藤田、起きろなりそうぞなりそうぞ、もうまた藤田と成田がややこしいごめんなさい、いきます、何ですか、これ僕が小学校の時なんですけど、あのお父さんがあの家に帰ってきて、ただいま言って、でお帰り言うて、大輔
プレゼント買うてきたったぞ、これ珍しいことなんですね、うん、お父さんは、うん、ほんで、あ、ほんま言うて、でパッて見たらカセットテープやったんですよ、うん、ほんでお父さん、うわありがとう言うて、パッて見たらアニメ大全集って書いてあったんですよ、うん、で、うわお父さんアニメ大全集やありがとう言うて、うん、言うて聞いていい、聞け聞け、そんなの聞けよ言うて、ほんでそれをこうカセット入れてパーンって聞いたんですよ、ほんで1曲目パーって見てたら、うん、宇宙戦艦ヤマトやったんですよ、一番流行ってた時やん、はい、で、うわヤマトやお父さんありがとう言うて、おヤマトや聞け言うて、でこうスイッチ入れたらデン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 って始まって、さらば地球よって始まったんですけど、もう佐々木勲じゃないんですね歌が、歌声が、声が、お父さんこれもう佐々木勲違うやん、かまへんやろ、ほんでまあかまへんか思ってずっと聞いてたんですよ僕も、ほんで最後の宇宙戦艦ヤマト全然違う、誰親父さん、親父違うよ、誰か違うやつ、いきますね、はい、よいしょ、お高橋やん、数年前に、うん、芸人10人ぐらいとあの SM の女王様をやられてるっていう方と飲みに行く機会があったんですよ、うん、はいはい、その SM の女王様をやられてる方は年齢でいうともう40ぐらいのベテラン女王様なんですよ、ベテランで、うん、結構みんな興味あるからいろんな話聞いてたんですけど、うん、私はねもうこの世界長いからもうパッと見ただけで S か M かなんか一発で分かるんだよ、なるほど、言い張るんですよ、うん、でその時ケンド小林さんとかいてはったんですけど、はい、あじゃあ当てていってください、うん、でもう端から ずっと言ってきはるんですよ、うん、あ、もう M だな、うん、S だ、うん、お前 S だな、で小林さんお前ド M だなみたいなS だ、もうめっちゃ言うてきはるんですけど、ね、もう完全にみんなお前当たるってなってわーって言うてきはるんですけど、僕だけ飛ばされたんですよ、 S だ M だって言って僕だけ言うてくれなかったんですよ、であれってなって女王様の僕飛ばされたんですけど、僕なんですかって言ったら、お前は S でも M でもないただのエロいやつだよあんのか、当たってるやん、もういらないでしょ、いや当たってるよ、めっちゃ当たってるやん、 T です T、 これ僕が小学校の時なんですけど、あのお父さんがあの家に帰ってきて、ただいま言って、でお帰り言うて、大輔プレゼント買うてきたったぞ、これ珍しいことなんですね、うん、お父さんは、うん、ほんで、あ、ほんま言うて、でパッて見たらカセットテープやったんですよ、うん、ほんでお父さん、うわありがとう言うて、パッて見たらアニメ大全集って書いてあったんですよ、あで、うわお父さんアニメ大全集やありがとう言うて、うん、言って聞いていい、聞け聞け、そんなの聞けよ言うて、ほんでそれをこうカセット入れてパーンって聞いたんですよ、ほんで1曲目パーって見てたら、うん、宇宙戦艦ヤマトやったんですよ、一番流行ってた時やん、はい、はい、で、うわヤマトやお父さんありがとう言うて、おヤマトや聞け言うて、ほんでこうスイッチ入れたらデン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 って始まって、さらば地球よって始まったんですけど、もう佐々木勲じゃないんですね歌が、歌声が、声が、お父さんこれもう佐々木勲違うやん、かまへんやろ、ほんでまあかまへんか思ってずっと聞いてたんですよ僕も、最後の宇宙戦艦ヤマト全然違う、誰親父さん、親父違うよ、誰か違うやつ、何しようかな、今だと車乗ってて、はい、あいつほらアダルト DVD が好きでしょ、はい、でちょっとここ入ってみませんみたいに言われて、はい、いや行こうかって言って、はい、で入ったら表向きはまあちっちゃかったんですけど、はい、ものすごく奥行きあって、はい、もうめちゃめちゃ中広くて、はい、うわここ品揃えすごいな言うて、はい、で棚のとこパッと入ったらもうびっくりしたんですけど、はい、そのコーナーが、はい、まっちゃんおすすめコーナー初めて入ったとかね。ほんで俺のねなんか切り抜きみたいなのがそのなんかバネみたいなのつけてクーラーの空調でちょっと
いや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 、店のやつにものすごい文句言いましたけどね。ただそのコーナーの品ぞれがそのまんざら悪くもなかった。結果勧めてもいいぐらいの何勝手なことしてんねん。佐々木君のたたりや。今ここに帰ってくる。すげえな。怖いな。これありますもんね。これあるのよ。こういうことがあるから。連続。まあ、本当にまあこれはもうライブしょうがないです。初めてですからね。まあただ。じゃないです。はい。本当に100校ぐらいあるでしょう、はい、大輔はね。もうあります。ちょっとこの前聞いた話なんですけど、ケンコバに、はあ、なんかケンコバも聞いたらしいんですけど、なんかラスベガス行き、成田着の飛行機にあのアントニオ猪木さんが乗ってはったんですって。でアントニオ猪木さんの横にお付きなんですかね、あの藤田ってあのゴリラのレスラーの藤田が、ね、いい時プライドもよく出てらっしゃる、はいね、で猪木さんが奥に座って窓側に座って、うん、あの藤田があの通路側に座ってはったんですって、ビジネスで。ほんで飛び出してラスベガスをで成田に着いたんですって。で着いてポーンって言うて降りていい時にずっと藤田がめっちゃいびきかいて寝てるんですって。クーッゴリラですから、クーッ言うて、そんな猪木さんが藤田成田だぞ。藤田着いたぞ。藤田着いたぞ。藤田あっ藤田どついたんですか。あっ藤田藤田起きろ。絶対うせえ。ほんまなんですね。そんなに。ふざ。ふざけ。なるぞ。なるぞ。もう。また藤田と成田がややこしい。もうやめてほしい。まあそうですよね。もうちょっとそろそろまんべんなく一人一回は最低いかない。僕も中学生の時にビーバップハイスクールも。直撃世代 で、はい、で僕はもう岡山の倉敷っていうところなんですけど、うん、僕なんかド不良で本当に、うん、で今100キロぐらいなんですけど120キロがあって、うん、で髪もバーッと立てて、うん、でもうこんな自転車乗って、自転車なんですよ、自転車ですよね、はい、おるなでもこうやって、うん、で後ろにはこう肩持ちながら立てるなんかあれとかもつけて、で街をよく徘徊してたんですよ、うん、で倉敷っていうのは普通の住宅街を結構低空飛行で夏はコウモリが飛ぶんですよ。結構あれツバメかなとかスズメかなと思ったら結構コウモリだったりするんですよ。でいつも徘徊してて 7,8 人でこう並列してこうしゃべりながら行ってたんですけど、一番かっこよくて一番モテる石田っていうやつの口にファサッと入ったんですよ、コウモリが。でたまたま俺しか見てなかったんですよ。おいってみんな止めて、今石田の口にコウモリ入ったぞって言ったら、みんなが、いやそんなわけねえ、うん、で石田っていうのはカッコつけのやつなんですよ、うんうん、で入ったよなって言ったら入ってねえって言ったんです、うんうん、石田が、うん、で俺がもう嘘つき呼ばわりになって、うん、でも確実に入って、うん、石田が口開いた時に入って、うん、口閉じる時に羽がファサッとなって、うん、バッと飛んでったんですよ、うん、確実に俺は見たんですよ、うん、でももう嘘つき呼ばれになって、いやそらねえって、うん、コウモリ超音波で飛んどるし、うん、そらねえで二郎さん、うん、俺がもう本当 とんでもないやつみたいになって、でそっから14歳から4年後、みんな車免許取り始めて、で朝方5時半ぐらいの、国道とか行くと4車線ぐらいあって全く車走ってないんですよ、うん、岡山の山の方行くと、うん、でそこでみんな水風船をバケツにいっぱい4台各自入れてバンバンぶつけ合いながらゲラゲラ笑いながら、ほんでも戦争だっつってバシャンバシャンで防御するときは締めて投げるときはやってバン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 水風船やってたら石田の口にパクッと入ったんです
割れずにですよ。そのまんまで。あんなに割れやすい水風船が割れずにポコッと入ってる。それで、あの4年前二郎さんが言うとったコウモリ、ほんまにあいつに入ったなって。証明されたの。4年越しで。なるほどね。はい。いいですね。いけ。僕ですね、この世界に乗ったらいろんな方にお会いできるじゃないですか、僕この前、モンゴルにロケに行きました。その帰りに、飛行機に乗ってたら、僕最初乗ってたんですけど、その時になんか朝青龍さんが同じ飛行機に乗ってきて、うわすごいわ、こんなことあんねんやと思ったら後ろの席に座りはって、わすげえなと思ったら、なんかみんながこうやって拝み出すんですよ。で、なんやと思ったら、次ダライラマさんが乗ってきたんですよ。僕の前に座りはって、すげえ、ダライラマ、僕、朝青龍。すげえ、すげえ、すげえ、それだけで十分やろ。こんなことあんねんやと思って、あ、これは何かあるんちゃうかと思ったら、その月に珍しい人に3回会うっていう出来事があって、で、自分のやってる番組にアントニオ猪木さんが来てくれたんですよ。で、元気ですかってバーンってビンタされて、あ、やった、猪木に会えてビンタもしてもらった、やった、嬉しいなと思って、で、次の日にまた別の仕事行ったんですね。トーク番組やったんですけど、その時も目の前にゲストとしてアントニオ猪木さんがおるんですよ。おお、また猪木におったと思って、で、その時は、勝松さんがおったから気合い入れられるのは勝松さんやったんですよ。元気ですかってバチーンって、あ、今日は大丈夫な、気合い入れられへんなと思ったら、僕そのトーク番組のオチで噛んでしまったんですよ。ほんなら、ここは気合い入れてもらえって言って、猪木さんにまたバチンビンタされて、うわーと思って、次のまた3日目別の仕事行ったんです。それはなんか料理番組で、バラエティーので、まあここには大丈夫やると思ったら、試食ゲストが来ています、アントニオ猪木さんです。また猪木さん、また3回連続や思って、食べる前にじゃあ気合入れてもらいましょうって僕が立たされて、またみんなバーンって、うわもうすごいわ、3回連続、3日連続や思って、これは何かあるんちゃうかと思って、僕は猪木さんに終わったからご挨拶しに行ったんですよ。あ、猪木さんどうもありがとうございましたって言ったら、猪木さんが、いやいやどうも、はじめまして、アントニオ猪木です。しばかれといて、すごいな、そんなしばいかれて、やべえ、そんなことがありました。スター、はい、スター、スター、スターですね、スター、うん、あ、ちょっと短いお話、最近なんですけど、僕もツイッターをやってまして、村本みたいに、何かしらにふっかけて、炎上するとかではなく、シンプルに毎日炎上してるんですね。なんでやろな、はい、だから毎日、朝とかね、おはようってつぶやいたら、おはよう、みんなからお前は目覚めるなって書いてある、はい、見事よな、はい、で、おやすみって言ったら、永遠にって返ってきたり、で、このフジテレビの局でモノマネ番組があったんですけど、モノマネ番組でラルクアンジェルのハイドさんのモノマネをやった、オンエアの次の日、ツイッターがすごいことになってまして、で、スマートフォンでこうスクロールしてたんですね。ずーっと悪口が並んでるんですよ。で、どれぐらい続いてんやろうと思ってずーっとスクロールしてたら、そのままスマートフォンの電池がなくなったんですね。それぐらい悪口の量が半端なくてですね、で、兄さんと後輩が、そんなに悪口が来るんやったら、今シズカッターっていうアプリが流行ってるんで、これやってみたらどうですかって言われたんですよ。で、そのシズカッターっていうアプリが、ドラえもんのしずかちゃんをモチーフにしたアプリで、嫌な言葉とか悪口をそのシズカッターで変換ってしたら、いい言葉に変えてくれる、しずかちゃんみたいな綺麗な言葉に変えてくれるっていうアプリがある、これめっちゃ流行ってるんで、これどうですかって言われて、やったんですね。例えば井上嫌い、しずかったで変換ってやったんです。だから井上将来的に愛すべき存在かもね、嫌な気持ちにはならないじゃないですか。で、例えば井上消えろって言ったら、井上愛を持って生き続けなさい、ちょっと無理やりはあるけれども、前向きないい言葉に変えてくれるんですよ。ほんだらこれええやんけと思って、ツイッターで一番僕に来る悪口が、井上気持ち悪い、これ一番多いんですよ。なんで、じゃあこれやったら静かったで変換したら気分も悪くないしええやんと思って、井上気持ち悪い、静かったで変換ってやったら、井上生理的に不快、もっと嫌な言葉書いてあるんですよ。嘘でしょってなって、生理的に不快、漢字がすごいなって書いてあるんですよ。
なあもうしょうがないな。まさか静香ちゃんがサジ投げると思わなかった。あの静香ちゃんかな。余計つらかった。じゃあまだまだいきます。これ僕いいですか。結局、はい、ちょっと間空いちゃったんで、はい、すいません。僕大阪のユニバーサルスタジオジャパン、僕あれが好きで、それこそ大阪住んでた時もう結構20回か30回ぐらいあの家が違って行ってたんですよ。で中でもジョーズが僕大好きで、でジョーズっていうのはもう中見てるからもう知ってるんですけど、まず添乗員のお姉さんが説明をしてくれるんですよ、こんにちはと。でその後にショットガンの説明があるんですね。このショットガンは昔はこの辺にサメが出たんで、それを倒すように使ってたんですが、今はもうこの池はもう平和になったんで、うん、このショットガンは使うことはなくなりましたとか言ってたら、うん、あのジョーズがわーって出てくるんです。でジョーズが出たらお姉さんが慌ててこのショットガンを取ってバン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 って撃つんですけど、全然弾が当たらなくて打ち損ねてタンクの方飛んでいって、タンクに弾が当たってタンクがドカーンって爆発する、まあジョーズの中でも一番のこう見せ場のシーンがある。でも実際それは弾が飛んでってるわけじゃなくて、まあ、このタンクの爆発に合わせてお姉さんがショットガンをそっちにもう向けてるというだけの話で、一回行った時にジョーズ普通に乗ったら、まあお姉さんの挨拶があって、こんにちはこんにちはっていうのがあって、でまあショットガンの説明があって、でもう今使うことないんですよとか、ああそうなんですかって言って、でジョーズがうわーって出てくるんです。ほんでお姉さんが慌ててこうショットガンを取ろうとして引っかかって、なかなか取れないんです、このショットガンが。止め金が中に引っかかって、このショットガンがなかなかガチャ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 やって、でもこっちも爆発の時間がもう迫ってる、やばいやばいってこうやって、もう爆発の時間が迫って、やばいやばいって、結局これ諦めて手で飛んでやって、ドカンとかこれでドラゴンボールの世界やこれで、まあしゃあないね、釣れるわけにいかんからね、勝手に爆発するわけにいかんから、すごいお姉さんやな強いお姉さん、すごい、なんで外したんやろ、そうですね、上手狙ったけど、いけるやろな、これで久々に出したんだね、大阪のノリやね今日でもいい感じのこう満遍な、そうですね、まだ松本さんだけ、僕松本さんやろですけどね、こうなるとどんどんやりにくくはなるんですよ。まあまあでもね、それすごいね。宮川さん、ほっしゃんとコンビ組んでた時の、 あのチュッパチャップス時代の話なんですけど、もともとコンビ組んでましたからね、はい、でその時にまあ、 若い女の子とかにこうキャーって言われてたんですよ。結構人気はすごかった、はい、でもなんかそれがちょっとなんかほっしゃんとこう悩んでて、やっぱり男からおもろいなって言われなあかんのちゃう言うて、で何しよう言うて、なんかイベントがあったんですけど、そのイベントで何しようほっしゃん言うて、で自分らの好きなことをやらへん言うて、でそれをビデオで流そういうことになって、ほんでどっちが T シャツ行さん食べれるか対決しようか言うて、どっちが T シャツを行さん食べれるか対決しようか言うて、食べれる食べれるかです、食べれないですよ T シャツなんて、切らずに長いまま、いや長いままじゃ切ってもいいし、もうそのままもう飲み込んでもいいしやってみようで制限時間だけ決めとこう言うて、ほんで5分に決めてやったんですよ。で用意ドンで こっちのカメラとこっちのカメラ分けてやって、で部屋もバラバラで、で僕こうちょびっと切って、ちょっと調味料とか置いてあるんですよ、何調味料は何使ってもいいんですよ。ほんで僕醤油選んで醤油こう染み込ませてこうでやったら、一瞬は美味しいんですけど食べられないんですよやっぱり、言うてこれ無理やな思って、最後まあ5分の最後4分55ぐらいでちょっとだけもう飲み込んだんですよ、でよっしゃみたいな、で終わって結果発表言うて、ほんで星は持ってきた T シャツもう片んとこしかないんですよそんな食べた、星ちゃんも全部ペロッとしてた、食べたすごいな、イベントで全然ウケなかった全然なんで肩のとこ食べられない、肩のとこだけしか残ってないですね、牛なら肩のとこで結構うまいT シャツもここちゃうんすか、ロゴがあったんです、ロゴがロゴ取ってんやん、すごいな、
じゃあ僕から行かせていただきます、はい、僕はアントニオ猪木さん大ファンでね。あ、猪木さん、5年前にですね、2002年の8月に、K-1 ダイナマイトっていうのが、これ開かれて9万人の観客動員して、これはもう今までの史上最高なんですけれど、で、まあ、ビッグカードがいろいろこう出たんですけれども、一番の目当てはですね、地上3000メートルからアントニオ猪木がスカイダイビングで降ってくるっていうのがあったりしました。でもう俺は絶対見に行かなきゃいけないってリングサイドを取ってですね、もうリングのもうすぐ横ですね、でもう柵前ですよ、そこを取ってもう待ち構えてたんですよ。そしたら関係者に聞いたら、猪木さんは高所恐怖症でもうとにかく嫌だって言ってると。それでしかも夜中にスカイダイビングやるっていうのは暗闇の中に飛び込むみたいで、付き添いがいたとしても危ないからこれは危険だということで、もしかしたらハーレーダビッドソンで入ってくるかもしれないとか言ってて、あ、どっちになるのかなと僕も思ってたんですよ。そしたら午後7時になってアントニオ猪木のテーマが流れた途端、今度ヘリコプターのがパタ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 って、頭上を見上げると今度はもう猪木さんが飛び降りてきてるわけですよ。そしたらもう観客もうみんな大拍手じゃないですか。でもう巨大スクリーンにこの猪木さんの顔がアップになった。なったなった。そしたら猪木さんの顔がですね、もう完全に目は飛んでる。顎は飛び出て。すごかったすごかった。もうもう顎を潔むみたいな顔になって。怖いんだ。目向いてるから。目向いてるから。それもうパラシュートでこう降りてきてるんで、でも観客はもう大ヒーローですから、いいのきいいのきってもう5分ぐらいかけてその大熱狂大拍手の中を降りてきて、リングの横にザザザザッとついて、それでまあこれを取ってですね、こうやってリングのサイドをこう来るんですけど、その時の顔ももういっちゃってるんですよ。その時怖い怖い。でこれリングに登ろうとした瞬間に僕リングサイドにいたんで、いのきって言った時に目があったんですよ。その瞬間に、バカ野郎！なんで？なんで？応援したのに。ただ9万分の1ですよ。緊張ほぐしたかったんじゃないですか。で俺そのまま失神して、それでまあリングの上で元気ですかって言った時、一人だけ元気じゃなかった。地上 3000m からもう怖くてホッとしたんでしょうね。でももうたまらんかったね、どっかに逃がしとうって、バカ野郎。なんで俺だったのか未だに謎。誰に対してのバカ野郎なんだろうそれは。じゃあ好きで見に行ってんの。いきます。本当に滑らないですけど、おばし、ケンコバさんの声とかなんか安心できる感じ、絶対滑らへんこの話って安心できる感じがすごい好きです。滑らんな滑らんな。剣道小林さんがやっぱ好きで、なるほど、他の方にはない世界観が本当に好きでいつも爆笑です。僕は営業の仕事行くとき、結構遠く行くときは、吉本の大阪の NGK というナンバーグランド花月の裏の駐車場で集合してからバス乗っていくとかが多いんですよ。で、まあ僕もその営業の仕事入って、で、まあそこの NGK の集合場所行ったんですけど、ちょっと15分ぐらい前に着いてもんだんですよ、朝に、わりかし。で、まあでもサテン行くにしても15分しかないしな。まあここでタバコ、まあ喫煙所あるんで、タバコ吸って待っとこうと思って。タバコ吸ってたら、多分ね、アメリカぐらいやと思うんですけど、外国人のもう5、6、6歳ぐらいの兄弟2人がわー遊んでる。多分日本の観光に来て、お父さんとお母さん向こうでなんか喋ってて、でわーって遊んでるんですよ、金髪の可愛らしい男の子2人が。でその子ら2人が僕の方パッと見て、サムライって言うんですよ。お前も悪い気しないじゃん。サムライって言われて、イエスみたいな言ってたの。ほんで、まあまたそのタオル運んでるおっちゃんとかに来たら、サムライとか言うんですよ。おっちゃんとかもイエスとか言ってるんですよ、ね。ほんで、まあ、ある人には忍者って言ってるんですよ。で、侍忍者みたいな、通り過ぎる僕たち日本人を全部侍か忍者で分けてるんですよ。で、まあ法則すぐ見つかったんですけど、どうやらちょっとがっしりしてる人は侍やと、で小柄とかシュッとしてる人は忍者っていう、そういうふうにどうやら分けてるみたいですね。朝の時間で待ってたら、新喜劇の島木ジョージさんが向こうから歩いてきたんですよ。はい、すっごい侍が来た。もうこれ法則で言ったらね、はい、むちゃくちゃでかい声で「侍！」って言おうのやろなって僕もこう観察してたの、タバコに。
ほんで島木さんがおはようございますとかで駐車場のとか入ってきた時に、その弟の方がもうお兄さんの後ろにパッと隠れて、お兄さんも弟パッとかばって、モンスターって言って島木さんだけはモンスターや。サムライじゃなかった、まあ、ある意味モンスターやけどな。あ、まあ、西洋の方から見たらモンスターやね、柴田さん。日本人のジャンルじゃないもんね。ジャンルじゃなかった。いきます。はい。はい、あ、大輔。はい。あのこれ僕高校2年の時の話なんですけど、あの高校2年の初めぐらいに、あの全員でこうなんか麻雀打つのが流行ってたんですよ。ほんでなんかルール教えてもらってやっと打てるようになって、じゃあ4人で打とうか言うて、ほんで友達の家であの麻雀してたんですよ。で友達、まあ、実家じゃないですか。ほんで静かにこうチャラチャラ、夜やったからこうあんまり音ささんようにとかして、ほんでずっとやってて、で結構やってたんですよ、長い時間。でその間にみんなトイレ行ったりとかね、なんかいろいろしてて、ほんで、夜中3時ぐらいですかね、あのもうちょっと帰ろうかみたいになって、ほんでこうこたつでやってたんですけど、冬やったんで寒かったん でこたつでやってたんですけど、で出ようかって言って出た瞬間になんか何やこの匂いってなって、天草ってなったんですよ。あの天草ってあの何ですかね、あのちょっと甘みがある天草っていう、何やこの天草いのってなって、ほんでみんなでこう開けてそのめくったら天草ってなって、何やこの匂い、何やこの天草いのっていう。ほんで友達が足に言って、俺や甘臭いのって甘臭ってなって、ほんで、あ、お前け言うて、に言うて、甘臭って言うて、ほんで、あ、うわ、なんやこれ言うてたら、うん、その、遠い面におった友達も、うん、俺も甘臭いってなって、甘臭ってなって、ほんで、全員に言ったら、全員が甘臭ってなって、なんやこの甘臭いのって言うてたら、その家の友達が、あってなって、おじいちゃんの家がよ、あの部屋が横やったんですけど、おじいちゃんのとこ行って、おじいちゃんって言うて、おしっここぼすなやって言うて、ほんなら、すまーって聞こえてきたんですよ。で、しょんべんって言うて、で、この甘みないねと。臭いのわかると。でも、ここ甘みない言うたら、ちょっとこの甘み何言ったら、うん、その友達が、うん、いや糖尿やねん、じじい糖尿の甘みこんな甘くさなんのっていう話。あ、俺も嗅いだことないけど、そうなんや、むちゃくちゃ甘くさい、また温められて、ありがよるとか言うもんね、おしっこ、はい、ね、検索ワード甘くさが上がってくる。和田アッコさんいるでしょ、はいはい、松本宛てに来たアッコさんからのメールと、和田アッコさんいるでしょ、はいはい、アッコさん、まあ、ちょっと他局で申し訳ないですけど、うん、ダウンタウンデラックスとかちょこちょこ来て、うん、ゲストで来ていただくんですよ、うん、でまああの時どういう流れでああなったんかな、ちょっとでもアッコさんと、清師匠は俺の中でちょっと似てて、なんか目向いてなんか言うよね、あ、清師匠やったら先輩やぞお前みたいな、アッコさんもなんかそういうとこあっていざという時目向くよな、あの時のどういう流れかあんま覚えてないんですけど、あんたうちにしばかれんのとキスやったらどっち選ぶでみたいな押してきはって、ほんで俺がうーんって言って言って、しばいてって言って、ほんなら客がわーって受けて、どんだけキス嫌やねんの流れがあって、これが天丼で結構その日受けたんで3回ぐらいやったんかな、しばいてみたいなガーってやってたんで、終わってお疲れ様でした、でアッコさんって終わってから結構メールをああしてきはんねん、はいはい、今日ありがとう楽しかったわって、まあ、来て、うん、でも俺もまあいやいやいつもいつもありがとうございます、僕も楽しかったですって返した、うん、ほんならもう
でところであんたあの私にしばかれんのとキスどっちがええのってまたこう今度活字できたんで、はいはい、あの芝居てって返したんですよ。でそんなんもう結構しつこかったのよ、ラリーが何回も。でそろそろ俺も大きく落とさなあかんなと思ってまた何回か来たんで、はい、愛のあるキスしてって送ったの、はいはい、でそっから何の回もないわしゃ振られたんかいそうですね、振られたことになりますね。振られましたね。振られましたね。振られましたね。女性としてはダメだ、男性じゃなくてダメなんですね。なんかさ、ちょっと滑って振られたみたいな。未だに押し落とさたなしなんだ。どういうことやアルコさん引いたんすかね。引いたんかな。うわそんなんやったよ。そこまで踏み込まないで。そんなんじゃないって。ノリでやってたのに。腹立つわあいつ。あいつ。さあどうしましょう。行きますよ。あ、設楽さん。あ、よろしくお願いします。そうですね。アンジャッシュ小島出た。先ほどオープニングでもちょっと。松本さんがなんか。最近コジはもうダウンタウンさんにハマって、うん、特に松本さんにハマってるっていうのをすごく言ってるじゃないですか。でオープニングもあんな感じになって、あんな感じになって、そのアンジャッシュ小島の話をちょっとしたいんですけども、以前ここでですね、アンジャッシュ小島は、牛肉、豚肉、鶏肉の区別が全くつかないと、レタスとキャベツもわからない、キノコに至ってはあれは引っ掛けだって言ってるぐらい何が何だかわからないひどいです。まだ理解できへんねんけど、習ってきてないじゃんっていうことなんですよ。そも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 、もうニンニクも生姜もわからないし、寿司は勉強中だっつってました。すげえ。そんな小島、まあ、だから食に興味ないけども、うん、あのお米とお肉っていう組み合わせに異常な執着があるんですよ。で、まあ、ご飯を食べることが大好きだと、うん、で、だから、うん、いわゆるですね、町のお弁当屋さんの飯が一番好きなんですって。で、それを買って、うん、もうバカだから、はい、もうバカだから言ったもうあそこにいるけどバカだから、食べたいんですって、すぐ、はい、すぐ食べたいバカやな、すぐ食べたい。それこれで買って電車に乗って、はい、家までとかその行ってこう落ち着いたところで食べるまで我慢できなくて、はい、電車の中で食っちゃうんです。いや、まあ、タレントさんとしてはきついよね、はい、きつい。そう、電車の中で食っちゃうんです。ほいで、ちゃんと味噌汁も買ってお湯入れてもらって味噌汁を股に挟んで、で、まあ、唐揚げだったり生姜焼きみたいなああいうおかずで飯を食うと、はい、我慢できないんだって。どこで食ったのか聞いたら京王線の笹塚から新宿の間だった。5分かかんないですよ。そこで食っちゃう。バカだ、はい、バカだから、あいつはバカだっていう。食べるのが早いんじゃなくて弁当買うのが早いんですよ。降りて買わんと。弁当見たら我慢できる。嫌いやわ。ありがとうございます。怖いですわ。なるほどね。さあ行きます。さあ、お、あ、いただきましたよ。はい、ありがとうございます。やっぱ僕はこういう見た目ですから、はい、普段の生活でもやっぱいろんなこと起きまして、大阪にユニバーサルスタジオジャパンというテーマパークがあるんですけども、そこは本当に楽しいところで、はい、もう きっとみんな行った人はいい思い出ばっかり作って帰る、はい、とこだと思うんです、うんうん、ただ僕の場合はそうではなくて、バックドラフトというアトラクションがあるんですけども、はい、それは消防隊員の映画、うん、バックドラフトという、はい、それをモチーフにしたアトラクションで、うん、まあ、なんか乗り物に乗ってとかではなくて、うん、火事の現場を再現したなんかそういう火のショーを見る、うん、はい、だけど安全な、迫力あるけど安全なアトラクションなんです、うん、でそれ僕一回入りまして、で出てきた時に入り口付近で修学旅行で来てる男の子たちが制服着た、うん、
これは何やろうか、危ないやつとちゃうんやろうかみたいな不安げにこう喋ってたんです。でもあの彼らの中でせっかく来たしよし入ろうと決意が固まった時に、僕がその出口の方から出てきたもんやから、その子たちがあやっぱダメじゃんこれ燃えとんじゃん そういうこともありましたし、こんなんずっこい。あとそのハロウィン、USJ はあのハロウィンの時期になったら、はいはい、ホラーナイトというイベントが始まるんです。はいはい、でそれはまあ CM でもやってるんですけど、あのパーク内をすごいリアルなゾンビがうようよして、そうですよ、お客さんをわーっと驚かすという楽しい、本当に楽しいスリル満点のイベント。そうですよ。で僕それ普通に遊びに行って、で普通に歩いてたら。怯えながら周りキョロキョロしてた女子高生3人組が僕のことを見つけて、えぇ、怖い怖い、どっちどっちどっちって言ったんです。ずるい言われてもね、ずるい、ね、逃げるべき、逃げるべき逃げるべきなのって言って逃げていきました。すごい、ええなあ、ええなあ、そう言いつつ、あ、大輔、大輔、はい、ここへ来て、ちょっとケンコバに聞いた話なんですけど、おい、そういう不思議な、隣のケンコバに聞いた話を大輔がする、そう、僕言わせてください。すごい面白い話なんで、僕がそれをさせていただいていて、ケンコバはしなくていいの、カバー、いや、ケンコバも、まあ、自分のあれで言いたかったら言うたらいいと思うんですけど、僕が先だった、なんで先言うねん、それを先にちょっと言わせていただいていい、はい、まあ、さっきもプロレスの話ありましたけれども、はい、あのアントニオ猪木さんと、それの時のお月の藤田っていう、あの和之さん、和之さん、うん、あの金髪のゴリラみたいな人ですよ、うん、その人となんかラスベガスから成田に帰ってくる飛行機にケンコバの誰か誰やったな、居合わせたんですって。で窓側に猪木さんが座ってて、で通路側に藤田がこうやったんですって。で成田にこうね着いたじゃないですか。で着いてガーンなってでポーンって言うたから降りようとしたら、ずっと横でそう藤田がこうクーッて寝てるんですって。で猪木さんはちょっと降りたいのに、藤田起きひんからちょっと行かれへんから、藤田藤田着いたぞ、猪木さんがね、でもクーッて寝てるから、藤田着いたぞ、成田だぞ、ふざっふざっ起きろ、何だぞぞふざっ何だぞぞ起きろふざっ意外でしょ。っていう話です。これも何度か聞いてんねんけど、これコバなんの、これは、これは僕が三股さんに聞いた話です。しかも第一の結末が抜けてるんですよ、これ、この話、何何だ、藤田起きろおい藤田成田だ起きろって言って、あっ、あでもそこそこまで藤田って、うん、本当に人間離れした首の太さってもう野人って言われてますからね、野獣だよ、動じないぞ、猪木さんのビンタで、猪木さんはまあ恥かきたくないじゃないですか、うん、CA さんも心配そうに見てるんで、そらそや、はい、ほんで出ていく人たちも、え猪木若手に藤田って言って、でも猪木も腹立って最終的に寝て起きない藤田の後ろに回り込んでスリーパーホールド決めた。さらに眠らす技さらに眠らす技を決めた。そういう用事でした、すいません、そこ間違えてました。っていうの僕は三股さんに聞いてる。じゃあ
そうなんですよ。ほんで電車移動中に大輔さんこの間美穂さんに聞いた話をっていう。そう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 。で僕はその話を三股から聞いたことあるんですけど、はい、全然面白くない。下手くそですか。下手くそ。おかしいな。下手くそなの。無駄が多くて。中肉が。それを人に言ってもらうべきです。さあ時間が。そう言いつつ。あ、大輔。大輔。ここへ来てなんか。ちょっとケンコバに聞いた話なんですけど。おい。そういう。不思議な。隣の。健康について話を大輔がする。ちょっと僕言わせてください。すごい面白い話なんで僕がさせていただいて。健康場はしなくていいの。カバー。いや健康場もまあ自分のあれで言いたかったら言うたいと思います。え僕が先だ。なんで先言うねんそれを。先にちょっと言わせていただいて。はい。まあ、さっきもプロレスの話ありましたけれども、はい、アントニオ猪木さんとそれの時のお月の藤田っていう和之さん。和之さん。金髪のゴリラみたいな人ですよ。その人となんかラスベガスから成田に帰ってくる飛行機にケンコバの誰やったな居合わせたんですって。ほんで窓側に猪木さんが座ってて、で通路側に藤田がこうやったんですって。で成田にこうね着いたじゃないですか。で着いてガーンなってでポーンって言うたから降りようとしたらずっと横でそう藤田がこうクーッって寝てるんですって。で猪木さんはちょっと降りたいのに藤田起きひんからちょっと行かれへんから、藤田藤田着いたぞ猪木さんがね。でもクーッって寝てるから藤田着いたぞ成田だぞ藤田藤田起きろ成田だぞ藤田成田だぞ起きろ藤田意外でしょ。っていう話です。これも何度か聞いてんねんけど、これコバなんのこれは。これは僕が三股さんに聞いた話なんです。しかも大事な結末が抜けてるんですよこれ。この話何何だ。藤田起きろ。おい藤田成田だ起きろって言って、あっでも藤田って本当に人間離れした首の太さっていうのもう野人っていう野獣なんですよ。動じないぞ猪木さんのビンタで。猪木さんはまあ恥かきたくないじゃないですか、うん、CA さんも心配そうに見てるんで、そっちや。はい。ほんで出ていく人たちも「え猪木若手に藤田」って言って。なんでも猪木も腹立って最終的に寝て起きない藤田の後ろに回り込んでスリーパーホールド決めた。さらに眠らす技さらに眠らす技を決めた。そういう用事でした。すいません、そこ間違えてました。っていうの僕は三股さんに聞いてるんです。ほんで電車移動中に大輔さんこの間美穂さんに聞いた話をっていう。そう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 。で僕はその話を三股から聞いたことあるんですけど、はい、全然面白くない。下手くそですか。下手くそ。おかしいな。下手くそなの。無駄が多くて。中肉が。それを人に言ってもらうべきです。さ、時間が。いい話聞いて。りょうちゃん。僕は例のことがありまして、まあフライデーがありまして、そこからやっぱり。いろいろ話聞かれたりするんですけど、自分のなんか話はできるじゃないですか、家族の話とか、はい、だけど人の話ってなかなかその時にあった話できないです。逆にもう皆さんに今日これ話していいかの判断も含めちょっとしてみようかなっていう話がありまして、それは入江の話なんですけど、元空手家の入江が例のその、記事が出た時に入江はやっぱり解雇になりまして、あ、そうですよ。それで我々のところに連絡が来て、すいませんと、僕のせいでこんなことになってしまいました、僕がこんなことに巻き込んでって泣きながら電話、かかってきたんです。
ほんで僕らもこの後どうなっていくか、僕らはまだ謹慎もなってない状態の時です、うん、それでどうなっていくか分からへんけど、入江はもう泣いてて本当に申し訳ない申し訳ないっていうのをみんなに電話してるから、いや 大丈夫かどうか分からへんけど、お前のせいだけ違うから、うん、そんなに気にすんなっていうような電話が、そういうのが毎日毎日かかってくるわけです、うん、もうあいつはへこんでもう自分のせいで、いやまあだけどしゃあないよってなって、初めてだからその記事が出てから2週間後ぐらいに初めてみんなで会うっていうところが、うん、タイミングだったんですよ、うん、だからその時にはもういろんな続報みたいなのがあって、どんどん話がでっかくなっていって、その間も入江はちょっと電話して、すいませんまたこのせいでって泣きながら電話があって、そこで初めて入江と会うわけなんですけど、その時に僕も今後どうなっていくかわからないんで、もう一歩も外には出てなくて、初めて出るような感じです、うん、出て入江と会うわけなんですけど、入江開口一番にすいませんでしたともう泣きそうな顔になで喋ってるんですけど、何かちょっと違うんですよ、うん、でまあまあこんなこともあったから辛労でちょっと痩せたのかなと思って、うん、いや痩せたん違う なあれ何やろうと思って、ようよう見たら、うん、パーマかけてるんです、うん、パーマかけてるんです、僕ら一歩も外出てないですよ、パーマかけてるってなって、え嘘だ俺嘘だと思って、これ幻だと思って、だけど本当に涙目なんです、ああ、うんうん、すいませんって、だけどやっぱヨーヨー見てもパーマかけてるどう見てもパーマかけてる、 あれでも見間違いじゃない、ああ、うん、イリお前パーマかけたって聞いたら、うん、言うたったんや、はい、そんなわけないと思うじゃないですか、そしたら、うん、はいかけましたと、かけた、ええ なんでってなるじゃないですか、うん、もう意味わかる、うん、なんでって言ったら、うん、あいつはすごい反省してるので、うん、もうこんな先輩とかにいっぱい迷惑をかけた自分がすごい嫌だったんですって、うん、こんな自分を変えたいと、うん、こんな自分をどうやって変えんねんと思った、うん、出した答えがパーマ当てる、嘘でしょって、嘘やからね、嘘だと思って嘘やからほんで、すいませんでしたすいませんでしたって言うんですけど、パームがふわっふわいやだけど本当にそれだけはちょっとこれをいじってる側みたいになるから言うって言いいのかなってちょっと思われたんですよ、いやいいよ全然、だけど入江ももう今ちゃんと清掃業やってちゃんとやってるから、まあ大丈夫かと思って話させてもらったんですけど、じゃあ行きまーす、はい、あれね何年ぐらい前かな、はい、4,5 年だ、電波少年僕チラッと出た時は、はい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 、でその時にあれねロスかどっか行ったのよ、はい、でロスからまたその飛行機でちょっと移動せなあかんことになって、1時間か1時間半とかそんなもんなんで、はい、で松本さんすいませんと、ちょっとそんな大きい飛行機でもないんで、はい、マネージャーさんとかスタッフとちょっと離れて一人で座らなあかん、はい、席がうまく順番取れなかったんですけど、どうですかって言って、まあまあその1、2時間ぐらいのことやからかめへんよって言って、で周りまあ外人ばっかりやってんけど、一人でこうそうやってたのよ、ほんならちょっと出入り口のとこで一人で自分の席与えられたんでね、こう座ってたらスチュワーデスが来て、英語でなんか俺全然英語わからへんねんけど、とにかく多分あんた英語喋れるかと、はい、で喋られへんねやったらここおったら何かあった時に皆さんを誘導する側にも回らなかったから、英語喋られへんやったら違う人と変わってくれみたいなことを言うてて、で、あ、分かった分かった、何となく分かったから、じゃあ変わるわ、で向こうのなんか外人と変わらされたのよ、うん、はい、その時にまあ俺その買いたてのまだ一口も口つけてない水をね、はい、持ってたから、それを持ってもこう移動したのよ、はい、でいつその外人と変わって自分が座ってその前のとこに水を入れよう思ったら全く同じ水で、はい、もうちょっとしか入ってへんねん、はい、それを忘れとんねん前の男が、はい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 、忘れとるかなと思ってんけど、英語がとにかく喋られへんから、はいはい、もうええわと思って待ってたらスチュワーデスが戻ってきて、はい、多分その男に水を忘れたから取ってきてくれって、はい、言われたのね、はい、でバーって来て俺のまっさらの水を持ってバーって持っていくねん、はい、でももう英語が喋られへんから、はい、おいって言うねんけど何にも用意はんねんで、うわ俺も英語が全然わからん思って、ほんな隣の親子がね、はい、親子がおったのよ、はい、外人の親子の娘がクス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 って笑って、はい、パパこの東洋人かわいそうだよほな親父がそんなことで笑っちゃいけないよみたいなことでクスクス
スクスクス笑われてんねん。まあ思ってたんやけどもう何にもできへんから、はい、喉がものすごく乾いてきて、はい、うわ喉乾いたなあ思ったらあの、はい、飛び立ってから、はい、そのスチュワーデスがカラ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 なんか持ってきたわけよ、はい、もうなんかあちょうど喉乾いたからええわで英語は全然わからんから雰囲気で何や言うてたら、はい、結局俺その水的なものがいらんっていうことになってもうててかー行かれてこんど来た時絶対言うたねと思ってたんですよ。ほんならまただいぶ経ってからまたカラ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 って来たから今度はもうイエスだイエスだ言うたらこんなでっかいクッキー渡されてもう喉カッカラでほんなら横の娘がまたクセ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 パパーに最悪やったね言葉はきつい。じゃあ行きますね、あのこれあのケンコバに聞いた話なんですけど、はい、もうそんなんもそろそろ出てくるわね。アントニオ猪木さんの話なんですけど、あのアントニオ猪木さんと一緒の飛行機に、なった方がいるんですって。でその人に聞いた話らしいんですけど、結局誰やねん誰誰にどうなってきたか僕のところに来たかは僕はコバなんですけど、コバはどっから来たかわからないんですけど、でなんかラスベガスから成田に着くやつやったらしいんですよ、うん、で猪木さんが窓側に座ってで通路側にあのお付き合いとその当時 の藤田ってご存知ですか。藤田和幸でした、はいはい、もうゴリラですよ。ゴリラ金髪のゴリラ強いもうゴリラが横に座ったみたいなんですよ。ほんで、まあ、ラスベガスから飛んで成田に着く時の話らしいんですけど、で間もなく成田に着きます言って、でそれぐらいからもう藤田はものすごい寝てたんですって。でもうはぁー言って寝てて、ほんでもう成田にザーン着いたんですよ。で着いてポンってもう着いてこれ外して荷物取れる時間になってポンって言うてもまだクーって寝てるから猪木さんが藤田着いたぞ藤田クー藤田着いたぞ成田だぞ藤田成田だぞ藤田藤田藤田成田だ奥田行かないでいやいや見たわけじゃないんやろ。めちゃくちゃやなまたぎきのまたぎきでそうなんやろ。そうなんやろうけどな。そうなんやろうけども一発目の成田だぞんとこ向けてあれよかった藤田あきら藤田うん成田だぞちょっと神田な変わってんのちょっと神田な変わってた成田だぞ藤田あかん想像はつくよ、想像はつくよ、ね、よかったよかった面白いこの話面白いきます来たどうします誰が秋山行くか、はい、よし最近ちょっとスーパー銭湯に結構行くようになりまして、でもなんかそのテレビで見てなんかそのサウナがすごいこう免疫力高めてなんか健康にみたいな前行かなかったんですけどすごいスーパー銭湯行くようになったんですけども、そこでなんか赤すりのちょっとしたこうゾーンがあって、そこのなんか女性というかまあ中国とかそういう韓国とかのそのちょっとおばちゃんなんですけども、どうしてもなんかちょっとエロく見えてきちゃうんですよ
分かるんですけど、なんか大体あるじゃないですか。ほんでなんか男ばっかりいる空間のとこで、なんかタンクトップ着てて、なんかどうしてもなんかそういう風に見えてくるんですよね。ほんでちょっと見たいなってなってきて、ほんでちょっとガラス張りのとこの近くにちょっと見に行くんですけど、やっぱ不自然なんですよ。なんかうわあいつ見てるよみたいになって、でちょうどすりガラスみたいになってて、ちょうど見えないんですよ。あのちょっとこう背伸びしないとダメで、で下の方だけ少しもう見ないだろうってことで開けてるんですけども、そこのあの赤すりのルームの前に水風呂があるんですけども、その水風呂に入れば見えるんですよ。すみません、見えるっていうか、その女性そう全体像がね。そうなんです、赤すってるとこをちょっとこう見れるんですけど、赤すってるとこ、ね、そう水風呂に入るしかないと思うんですけど、水風呂やっぱり冷たいんで、限度がね、なんとか体温めるってことで、もうサウナに入って、もう本来そんな大して入れないんですけど、もう水風呂に入ったあのおばちゃん見るためにもうすごい我慢して、めちゃくちゃ汗もかくんですよ。もう10分以上とにかく温めて、ほんで出てきて、よっしゃーって水風呂ザバーンって入ったらもう見えるんですよ。こうやってこう赤吸ってるのが、でやっぱりこうタンクトップでちょっとこうなんかこう胸元が見えるんですけど、大体この20秒ぐらいがもう限界で、うわーもう寒くなってきたと思って、でももうまた見たいし、また温めるしかないと思って、またサウナ入って10分ぐらいもう温めて、でまたザブーンってやったら見えるんですけど、もうそれを何回か繰り返してて、もうサウナのその10分がバカバカしくなってきて、もういいやと、もう我慢してみるわみたいな、ずっと見てたら、結局健康のために行ってんのに体冷えすぎて次の日40度近いんですから、ね、そら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 、とんでもない熱が出て、もう体がキンキンに冷えて、もうバカじゃないの、ムーブル動いてやってもらえよ、バカするおばちゃんみたいな風邪ひいてしまった、バカするやれや、そうそう、なんで赤すりやれへん、赤吸ってもうたらええやんか、吸ってもらう側だとなんか逆に近すぎて見えないみたいな、いやいやいや、なんか引きでそうなんですよ、結局そうなんですよ、引きで見るのが一番いいんです。何を文句みたいに言うてんのとんでもないマジの引き方してしまったこれもみたいな。名古屋は全然まだ一巡してないんですけどもね、まだまだ行きたいと思います。行きますか、あ、じゃあこれはどうしようかな、竹山ね、ちょうど1年前ぐらいの、なってお正月休みに、僕和田っ子さんとハワイに行くことになったんですけど、竹山アッコさんと行ったハワイ、まだ俺も酔っ払ったから、ちょうど1年前ぐらいの、なってお正月休みに、僕和田っ子さんとハワイに行くことになったんですけど、でそれなんでもともとそれ一緒にハワイ旅行に行くことになったかっていうと、木梨憲武さんとかヒロミさんとか勝俣さんとかがみんなこうファミリーでハワイ旅行行ってらっしゃるんです。で僕もうちの嫁と2人でハワイに行ってる、でハワイ旅行やってる5日間6日間のうちに1日だけみんなでこう集まって飯食ってるんですよ。まあ、あとはもうてんでファミリーでバラバラなんですよ。でもそれをアッコさんが毎日ハワイで宴会しとるんやろお前らと、毎日楽しいんやろと、いや毎日じゃないですよと、いやでもお前らおったら楽しいんやろ、私も行きたいって言い出した。それがちょうど9月ぐらいに言い出したんですよ。でこれまずいなってことで、一回その木梨さんとヒロミさんと、勝俣さんと僕で集まって、ちょっと話し合おうと、本気で来たい言いよるぞと、でどうしようかって、でももちろん4人集まっても答えはノーですよ、もうみんなもう嫌だと、で嫌だは答えはまとまったんですよ、先輩たちと嫌だってまとまったけど、ここでも重大なことが起こって、誰が言うんだと、で誰ももう木梨さんもヒロミさんも言えないよってなって、言えないってことはもうこれイエスにしちゃおうっていうことって、もう我慢して連れて行こうと、で連れて行くんだけど、まあ、年が明けてアッコさん行くん でみんな先に年明ける前からも先にファミリーで行ってらっしゃるんで、で竹山家は子供もいないもんで、でちょうど 年が明けて僕も行くようにしてたんで、じゃあアッコさんの番は、まあ、一番後輩ですし、竹山家が一緒に連れて行きますと、飛行機も同じにしますと、であれだったらホテルもマネージャーさんもなしで一人で来るんで、じゃあもう僕一番後輩ですし、もううちの嫁とアテンドしてホテルも一緒にしますと、ということになったんです。いろんな珍道中だったけど、やっとハワイに着きました。で着いたら着いたで、
夜ウェルカムパーティーみたいなみんなやってくれるんですよ、うん、あっこさん来たからって竹山んちも来たからよう来たなって、うん、で6時ぐらいから飲むんですよ、うん、もうだから6時ぐらいから飲んでも9時ぐらいでもう解散ですよみんな子供もいるし、うんうん、で帰りたいんですよもう、うん、みんなおのおのホテルにファミリーだし、うん、だからあっこさんはもう東京といつもの通り9時ぐらいで終わったら2軒目行くぞって言ったわけですよベロベロで、うんはい、もう誰も行きたくない、うん、でもみんななかなか止められないいや、どうしよういやでもあっこさんねってこうみんな迷ってた、うん、そこで僕絶対これ聞かないと思ったけど一応僕もちょっと酔っ払ってたんで適当なことをあっこさんに言ったんですよあっこさんハワイはね日本人が酔っ払って2軒目行くと捕まる可能性がありますって言ったんですよ、うんうん、そしたら意外とあっこさんが、うん、ほんまかって言い出して、うん、意外とじゃねえビビリやからね、まあ、それほんまか捕まるんかって、うん、捕まりますってどんどん言ってたんですよ、うん、そしたら部屋飲みはいいんか部屋飲みはいいですよって堂々と言ったんですよで部屋飲みはいいですよと言ったおかげでそれから1週間僕らいるんですけど毎晩2時半まで飲むことになるんですよ、ね、夜中夫婦3人 で、うん、でそんなんでずっといろんな人道中があって、うん、アッコさんはだいたい昼の11時頃起きるんですよ、はい、僕ら先に起きてます、はい、昼の11時に起きると電話あります、うん、あのご飯食べたいです、うん、じゃあ行きましょうっつってそのご飯を全部仕切ってたんです僕らである日ねちょっと山の方のハワイのローカルの人しか来ないような、うん、ちょっと喫茶店があって、うん、まあご飯軽く食べれるとかって、うん、そこを予約してたんですでメンバーはそののりたけさんも来てひろみさん、勝俣さんも来てで竹山夫婦が来てあと現地の僕らの友達のアメリカ人が来て、うん、であっこさん連れてそこ行ったんですよ日本人誰もいない観光客も、うん、もうアメリカ人の人ばっかりで、うん、でまあご飯も美味しいし痛く気に入ってよもう楽しげにわー食べたんですよ、うん、でそんな時にねちょっと俺の視界に入ってきて日本人っぽい女の子が2人入ってきたんですよ、うん、で見なかったけど視界に入ってからあやばいなこっち来たら面倒くさいなと思ったんです、うん、先輩だしみんなと、うん、たら案の定来たんですよ、うん、これ止めるの面倒くさいなって振ってみたら小野ののかちゃんだったんですよ。プライベートで、プライベートつって、って、もうそんなに皆さんでも仲良くなかったみたいで、うん、でご挨拶だけして、うん、あもう全然気使わないで、もう全然プライベートだから、うん、向こうで食べてって、うん、で終わってたんです。たらまた小野ちゃんがね、小野ののかちゃんこっち来たんですよ。うん、どうしたもう帰るのって言ったら、写真をね撮ってほしいと、うん、そのメンツで、うん、でその写真ちょっとテレビでお正月使ってもいいですか？うん、いや。でもこのメンツだし、うん、テレビはでもいろいろめんどくせえ、うん、って言ったらあっこさんとかがあじゃあ撮ろう撮ろうって撮ったんですよ、うん、であいやいいってで終わって食事終わって僕らまたこう移動して車の中でね僕がねいやあっこさんあれ大丈夫ですか撮ろうって撮りましたけど、うん、あんまりこのメンツいてね、うん、もっとこう写真撮ってくださいも僕個人的にはちょっと変だし、うん、でそれテレビで使うとか変だと思うんですよ、うんうんそれ大丈夫のいいって言ってましたけど、うん、大丈夫ですかって僕がこうちょっと消しかけたみたいになっちゃって、うん、それからアッコさんがめちゃくちゃキレ出して、うん、だいたいなお前がとええー、って言うからあかんねんとか言い出して、うん、いや俺言ってないじゃないですかって、うん、だいたいのそのおのおののかは悪くないんやお前が OK するからやそれで私おのののかのことが嫌いになるわとか言い出して、うん、いやそれ理屈が全然通ってないじゃないですか、うん、でもあの子に言うとけ取らんようにってさっき OK って言ったじゃないですか、うん、だいたいな竹山先輩とかとプライベートでいる時はな、うん、写真撮りたいなんか絶対あらへんねんって、うん、芸能人は絶対あらへんねんそんなことって、うん、よう覚えとけお前ってことなんか急にお酒も飲んでるのエキサイトして怒り出して、うん、でそのすいませんって謝った、うん、その夜に人気のベトナム料理屋でみんなで食事することになったんですよ、うん、もう楽しく食事して酒飲んでました、うん、でタバコ吸いたいんで店の中吸えないんで僕外行ったんですよ、うん、外行ってタバコ吸ってたらプライベートのペヨンジュンが並んでたんですよ、うん、はいプライベートの、でうわっペヨンジュンやって言って、うんでハワイの友達がペヨンジュンだよねって言ったらいやペヨンジュンです間違いないですってなってでちょっとこう僕も興奮しちゃってちょっと嬉しくなっちゃったんでアコさんに言ったろうと思って、うん、店の中行ってアコさんペヨンジュンいるペヨンジュンいるっつったらアコさんが写真撮ろうやって言って写真写真っつってで俺ついにこうついもうアコさんにおのののかって言ってで面白そうだからじゃあちょっと待ってくださいっつって俺アメリカ人の友達連れてペヨンジュンさんとこ行ってペヨンジュンに英語であなた韓国のスターって分かってると中に日本のシンガーの大スターがいると、うん、プライベートで来てると韓国と日本のプライベートのスター同士写真撮らないかって言ったら、うん、ペヨンジュンがめんどくさいから絶対嫌だってでそれ面白いなと思ってまだ俺も酔っ払ったからアッコさんに戻ってアッコさんペヨンジュンがねめんどくさいから嫌だって言ってますよったらアッコさんベロベロでペーって言いましてで店僕らが店出る時ペヨンジュンはちょうど入ってきたんですよ、はい、食事やめてどうしてもその横を通らなきゃいけない、はい、アッコさんいらんこと言っちゃダメですよ揉めちゃダメです分かってるわ分かってるわって勝俣さんとこうやってこうやってこう暴れないようにこうやって言ったんですよ、うん、ただずっとペヨンジュンの横を通る時にアッコさんが、ペーペーって言いながらそのまま帰ってったって大変な
さあ行きましょう。この後も早く喋りたい男の熱い戦い。まあ、この話あの星に帰る真壁っていう話なんですけども。おい真壁、真壁、真壁、パンチだ。また行くのか。さあ行きましょう。さあここですね。この場合どうなるの？初めてや。ちょっと早かったでしょ。僕の方が。ちょっと早かった。出足、出足。清志が一足早かったのは R1 ファイナリスト岡野陽一。初登場。初めてです。初めてですよね。ちょっとこれ。こう置いて喋るのかこうかどっちかだけど、まあでも好きなようにでも結構みんな置いて喋ってますけども、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ギャンブル好きで多額の借金を抱えるこの男は令和に生きるクズ芸人。クズの目線で見たクズの話で滑らないドリームをつかめるか。あの僕おじさんが結構大好きなんですよ、うん、それもあのバリバリ働くようなおじさんじゃなくて、うん、ちょっとなんか歯がちょっと少なめのおじさんの方がなんか異常に好きで、ネタとかもそういうネタばっかりあるんですけど、最近そのおじさん好きが高じておじスタグラムっていう仕事をさせてもらったんですけど、これが週に1回知らないおじさんと飲みに行って、それのレポートを書くって。それだから6月から毎週、毎週毎週やってるんですよ。ね、普通の若い人はあの女の子を渋谷でナンパしたりしますけど、僕はあの公園かパチンコ屋の前で待ち伏せしてあのナンパしたりして、おじさんを、そうです、それで飲みに行かせてもらって書いてるっていうのをやってるんですけど、やっぱなかなかね濃いおじさんが結構いまして、もう例えば前会った人はタクシーの運転手さんだったんですけど、あのどういうとこであの仕事するんですかつって、やっぱ渋谷とか稼げるんですかみたいな話したら、いや俺はもう渋谷は行かねえつって、あの杉並区でもっぱらやってるつって、あんま人いないんじゃないですか、えなんでですかつったら、渋谷はねあのタピオカがあるだろうつって、タピオカを見るとよ俺はもうパチンコ屋に行っちゃうんだよつって、これで連想して、だからもう仕事になんないからもう行かねえみたいな人とか、そんな人とか、あともうチャリが撤去されすぎて許せねえって言ってて、もうムカつきすぎてチャリの集積所の近くに引っ越したおじさんとか、取りに行く手間が省けるからとか、もう変な人ばっかいるんですけど、でも毎週やってるとそのおじさんのストックじゃないですけど、なかなかやっぱ声かけても言ってくれなかったりするんで、そのおじさんにおじさんを紹介してもらうみたいな、いいとも方式みたいなことを最近撮ってまして、で紹介してもらうんですけど、その前紹介してくれた人がなんか周りに変なおじさんいますかみたいなこと言ったら、荻窪の公園にあいついんな、腕当ておじさんがいるなっつって、腕当ておじさんっつって、でももうそこで聞こうと思ったんですけど、行ってから知りたいんで、まあそこまでで、はい、分かりましたっつって、荻窪の公園に行ったわけですよ。夕方ぐらいに行くっていうから、はんで行ったら、まあ誰もいないですよね、でも僕名前だけ聞いてるから怖くて仕方ないですよ、急に出てきてバーンってやってくる人なのか、それともこういうブワッていうなんか胸当てみたいな腕当てをしてるのか、なんだこれと思いながら恐怖に怯えてこのいたんですけど、そしたらもう全然それらしき人はいないんですよ。でしばらくすると普通に走ってるおじさんがいたんですね、公園をずっとぐる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 、まあ狭い公園なんでもう目に見える範囲で走ってるんですよ。その人が明らかにランナーじゃないタイプの人なんですね。ちょっと普通の作業着みたいなのを着て、ちょっと歯も少なめな方がこう走ってるわけですよ。えなんだと見てたらこう反復横跳びとかをその場で始めたり、とにかく体をいじめるんですよ、って、な新手の自殺かこれはみたいなと思いながら、はい、見てたんですけど、まあまあこの人でも面白そうだなと思ってなんか見てたら、そのベンチに発泡酒が置いてあるんですよ。はあなるほどと、ちょっと寒くなってきた時期なんで、すっごいいい汗をかいてグッて飲むのを楽しむおじさんだと、あこれはちょっといいな、おじスタグラムに書こうと思って、そのちょっと声かけたんですよ、ガッてプシュッて飲んでたんで、あさすがですね、ここまでしてやっぱ飲むっていうのがいいんですねみたいなこと言ったら、ああまあまあな、それはそうなんだけど違うんだよ、この汗をかいてる理由が違うんだよと、えっつったら、これだよこれって作業着めくってペロンと腕舐めんぞ、これを当てにしてんだよその腕当てかと思って腕を当
手にしてる。すげえ。おじさんがいる。びっくりして。で、さりぎはもう俺はね、当ても作ったから家に帰るよっつって。昔はみんなこうだったぞっつって。違うわ。そんな時代一回も来てない。いやちょっと意外でしたね。すごいよ、持ってる持ってる。いいことや。わかりました。私の15年ぐらい前の話なんですけど、中学生ぐらいですね。小さい頃からの芸能界興味あったんで、昔から結構オーディションっていうのを受けてたんですよ。で、オーディションって、芸能事務所いろいろありますけど、大体書類で最初送りますんでね、雑誌とかについてるオーディション用紙をこうて、せっせと送ってたんですけど、大体通らないんですよね。なんかこう一芸があってダンス10年やってますとか、めちゃめちゃ可愛いとかやったら行くんですけど、大体書類で落とされてたんですよね。で、ある時から全員面接オーディションっていうのが結構流行りだして、いわゆる書類審査なしで行ったらもう審査員の人がもういて、全員とりあえずは会える、見てもらえるっていうのが増えてきたんですね。で、結構大手もたくさんやってて、全国何箇所でやるみたいなのがあって、私大阪出身なんで、いつも書類通れへんから、ちょっとこれで勝負していこうと思って積極的に参加してたんですよ。で、大体専門学校とかを貸し切ってもう丸一日中やるんですけど、書類審査がないということは、ふるいにかけられてないんで、な人がおるんですよね。荒い人もいる。そうなんですよ。全身迷彩服で、それがしとかいうタイプの人とか、結構ヤバめの人も、女の子で、男も女も、年齢もバラバラですしね。で、私の会の時に一人こうちょっと親という方が私の何人か後にいて、ビジュアルで言うと女の子でね、キャミソールにホットパンツ、もパツパツのホットパンツに赤いバンダナを巻いて素足みたいな。で、なぜかこうお化粧をチークとかしてるんですけど、体毛という体毛を何も手入れしてなくて、濃ゆめの感じで女子で、だからちょっと年齢も不詳なんですけど、うわ、結構なんか強いのおるなとは横目で思ってて、で、自分はいつも通りちょっと特にやることもなく自己紹介だけして終わって、あかんかったななんかって感じでこう見てた。で、回ってって、そのキャミソールの子の番になって、和歌山から来ました、ヒカルですって、ヒカルさんということで、普通にね、あんまこう見れないんで、チラチラ気にして見てたんですけど、私は宇多田ヒカルにとても憧れてます、名前もヒカルだし同じ名前だし、ヒカルさんになりたくって、宇多田ヒカルになりたくってこの世界に目指しました。若干やっぱ影響されてる感じもあって、喋りもなるほどなと、ヒカルだからやっぱ元の宇多田ヒカルを超えたいし、私は宇多田ヒカルになりたいし、私は超えるために生まれてきたみたいな、もうめちゃめちゃヒートアップしてって、宇多田ヒカル大好きなんです、この歌が好きで、こういうところやっぱりあの眼差しがとか、もう自分の話じゃなくて宇多田ヒカルの話をずーっとしてるんですよ。やばいな、かかってもうてんなって思ってたその時から。かかってんな、もう裸足やし、もうなんかそのなんか濃い感じとかも、逆にめっちゃスターになるかもしれんと思って、逆に本物なんちゃうかと思って、だから審査員もそれぐらいの熱量があるから、ちょっとこう前のめりになってきて、審査員もおそれでみたいなの聞いて、じゃあ歌とかもやるんですかって言ったら、はい、歌田ヒカルさんを超えたいと思いますって言から、お、じゃあちょっとなんか一曲歌ってもらえますかって言って、はい、わかりました、暗き舞で、シークレットオブマイハート、いや、疑っちゃうんかびっくりして、審査員もグーしたもんで、ローローと歌ってはりましたけど
っていう忘れられないひかりちゃんの。なるほど。はい、いや一発目ねちょっと濃くやったとは思うけどすごいね乗り越えました。ありがとうございます。さあ、いきますよ。さあ、宮川さん、はい、ケンコバに聞いた話なんですけど、はい、何やそれ。それはケンコバから聞きたいぐらいでもいるもんな。ケンコバに教えてもらった話をしていいですか今。不思議な、まあまあ不思議な感じですね。そうか。あ、コバが喋った方がいいんか。何の話か分かんないですよ。分からへん。アントニオ猪木さんの話なんですけど、成田空港に着く飛行機でラスベガスから飛んだ飛行機なんですけど、それにアントニオ猪木さんとその時のお付きの藤田って、はいはいはい、金髪のゴリラみたいな野人っていうか野人ですね。でその人とこう猪木さんが、外側でね、はい、でその野人藤田が横にいてでこう成田にバーンって着いたんですって。んでポンって言うて降りようと思ってももう藤田はずっと寝てるんですって。ふぅ言うて、ほんで猪木さんが藤田藤田着いたぞ藤田起きろ着いたぞって言うてもまだ寝てるんですけど、猪木さんが藤田起きろ寝るぞ藤田起きろ寝るぞって言うてもまだ藤田寝てるんですけど、猪木さんが藤田起きろ寝るぞ起きろどついたんです。で藤田あ言うて起きたっていうそういう話。あのね、はい、プレミアムライブといって全国回って今回4回目なんですけど、この話聞くの我々5回目なんですよ。尼崎で3回やったからね。違う、これ、ね、いただくしかもコバの話やもん。そうです。いやこれしかも、うん、僕三松さんから聞いた話です。こう言ってこう言って今こう言ってるんですよ、はい、あ、はい、そういうことなんですか。じゃあ見終わったから聞いた。でもあの本当のラストをだから大輔さん忘れてますね。あ、そうですね。ええ、はい、さらにラストあるんですよこの話に。そう、え、今さん忘れてた。でいや本当にこれは本当の話なんですよ。で猪木さんがだから藤田爆睡してるから、はい、藤田ごめん起きろおい、おいもう到着してんだよ。今さん普通で大丈夫です。まあね、隠れてるもんね。はい、いやいやね、うん、もう飛行機ももうついてる。もう猪木さんがまあ言ったように、うん、やったって言ってやるんだけど全然起きないから。え、グー、はい、起きなかった、はい、うん、で猪木さんまたプチッキュやって、はい、おい藤田お前おいおい恥かかすかいはい、いや本当なこれ見た人から直に聞いてるから、はい、猪木事務所の人が聞いてるから、はい、ほだけど藤田さんをクーッて寝てますから、もうグーパンでも、はい、もう寝てるから、はい、もう猪木さんがもうイライラしてお前荷物持ちで来てるわけだからね藤田は、はいはいはい、ね、うん、でブッチンキュッて「てめえ藤田」ってガッてやって「あちゃ!」ってチョークスリーパー飛行機でですよ、はい、あざっやったら藤田一回パッと目覚めたんだけど、猪木さん興奮してるからもう一回グッと落としてまた藤田さんが出た。もう一回見た。寝かしてしまった。また寝かしてしまった。スリーパーホールドって寝かす技ですからね。一回起こして。もうこれはスリーパー恐ろしい話です。はい、全然間違えてました。全然違うやん。全然違いますね。でも最後次回ってきたらフルのやつ最後に今九州車からね。あれ言いたいわ。言いたいな。言いたい、言いたい、言いたいな。おお、ショーでええんちゃう。おお、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 あれです。まさか一発目やと思った。これはちゃんと。これ
で行ったらええんやろ。ガチってこういうことじゃない。ひょうちゃんのでかい巨体がハゾンだもんね。そうですよね。エビス顔芸人みたいなのもう泣き顔になってました。いや、もうちょっと勝負かけます。大阪でずっと仕事してまして、うん、で大阪の、まあ、仕事移動は全部自分の車で移動してるんですけど、はいはい、まあ、仕事場から仕事場行く時にわーって運転してる時にちょっと鼻歌というか、うん、ふとなんでその歌が出たのかわからないですけど、はい、その時にチェッカーズのソングフォー USA がファッと出たんですよ、はい、僕ら世代に、はい、This is Song for USA っていうような、はい、わーって歌ってたら無性に聴きたくなってきて、はい、でなんか聴きたいな聴きたいなと思いながらずっと移動しとったら伝えが出てきたんですよ、うん、とりあえず行って当日で借りて、はい、でちょっと聞いて、はい、自分のストレスをそこでなくして、はい、行ったらええやんと思って、はい、でもちょっと仕事時間がないんやけど、はい、まあ、とりあえず行ってみよう思ってバーって入ってでバーって探しに行ってほんで、まあ、チェッカーズやっぱり今も大人気ですからねすごい量があるんですよ、はい、でどれやねんどれやねん思いながらこれかな思ってベストシングルコレクションみたいなこと書いてたから、うんうんうん、これかな思ってファッと見てこれ入ってんのかな思って裏曲名書いてるとこ、はい、バッて見たんですけど伝えあるあるで曲名のとこにこれぐらいのバーコード貼っとるんだ。なんやねん分からんってなったけどまあでもシングルコレクションみたいなこと書いてるから、はいはい、まあ、これでええわ思ってもう急がな思ってバーって言ったらまあまあ混んでるんですよ、はいはい、レジ的なところが。でもそんな時に限ってねおばちゃんが店員さんに、うん、マッチがないマッチがない言って、うん、松田聖子まではあんねんけど言ってんねんけどまあで探すからやってなってこうで探せ近藤雅彦ことマッチやなんでまあ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 ないわそらはってなって急いでんねんってなってほんでもうその人にずっといざなわれてわーって行きはったほんで俺がやっと俺の番になって借りてほんでまあとりあえずまあ車に戻ってもう時間ないで思ってバッとほんでわっとこう CD 流したんですけど全然知らん曲しか流れないんですよ。あれシングルコレクションって書いてたやんってなってもう一回見たらリバースって書いてるんですよ、うん、リバース昔レコードやったんで、うん、B 面シングルの B 面のベストやったんですよ、何これってなって時間ないのにもう無理やんってなってとりあえずそれをもうなんかもう録音し始めとるんですよ、うん、せんでええわってなりながらそれ取ってまたバーンって戻して、うん、でもう行かなあかん思って借りてる時間ないわ思ってビャーって帰って車乗ってバーって行ったら聞きかけたのに聞かれへんから、うん、こっち聞きたいわってなって、うん、うーんってなりながらほんであせや思って今なんか携帯でも iTunes かなんかで、はいはいはい、なんかポンと押したらもうそれ変えるん、はいはい、うん、ほんでもうまあちょっとよう分からんけどやってみるか思ってどうしても聞きたいってなってもう車止めて、はい、で iTunes というとこ行ってチェッカーズって言ったらまたブワー出てくるんですよ、はい、でどれかな思ったらなんかありましたわチェッカーズの皆さんが白の上下着てバラ持って7人がこうやって並んでる写真があってこれやんか絶対これやんか思って押したらバーって曲名出てきて、はい、わーって見てたらソングフォー USA ってあってこれや思ってパンってやったらむちゃくちゃ早いんですよ1曲をもうダウンロードが、はい、なんかこんなバームクーヘンみたいなのがプリンってなったらもう終わりなんで早ー言うてさっきのあれ何やったんや俺思いながらほんでまあとりあえずこれを聞きながら行こうかな思ってピッて再生して車ビヨンって行ったらティンティッティンティッティンってなったんですよ、はい、何これも撮ってみたらオルゴールバージョンパッて見たらオルゴってちゃんと書いてますよ。オルゴオルゴさんです。オルゴあれだぜあれだぜ。あれだぜあれだぜ。あれ腹立つよな。俺も子供の時買ったカセット沢田研二ジュリーのやつ買ったら全然シナモンさんが熱唱してるやつ。ちっちゃい字で書いてるんですよ。まあじゃあいや滑らんな。一発目。一発目こんな感じ。これはやっぱりジュニアでしょうね。あのねおかしいです。しゃべんねん。木村さん行きますか。はい、はい、まあこの折なんで沖縄でのことで、はい、ベタな話で恐縮なんですけど、いえいえいえ、宜野湾バイパスのとこ、宜野湾バイパスあるんですよ、うん、335線ですかね、あれね。なんかアンティークショップがザー並んでて、うんうんうん、ものすごく好きなんですよ、うん、アメリカ雑貨とか置いてたりとかして、うん、ほんでいつもレンタカー借りてきてる、去年の話なんですけど、ちょうど引っ越して玄関のとこになんかおしゃれな椅子置いときたいみたいな感じで、うん、妻と車止めて工事かなんかもしてたんですけど、うん、まあ、スペース止めてで入ったんですけど、老夫婦がやってはるアメリカンアンティークみたいな、うん、なんですけど、なんか椅子がまあ1980
年代とか1800年代とかいろんな時代揃ってて、おばちゃんがちょっとだけちょっとまあ天然みたいな感じで、これどこのですか、あこれはねアメリカってすぐ答えるんですけど、2分後にあごめんなさいイギリスみたいな、なんかそんなおばちゃんなんですよ。うちはね、近くにね、ホテルといってもね、ペンションかな、そういうのやってんの、家具が余るから息子がアメリカで買い付けてくるからすごい余るから、それを使ったね、人気あるのよそのペンションは、もう今もねもうずっとね満室なの、あ雑誌に載ったのあるからねちょっと持ってくるわねつって、あこれこれっつったら、なんかベリーかなんかいう女性のファッション雑誌やったりとかして、あこれ違うみたいな、いやそれはアンティークの本やないこと表紙でわかるやんみたいな、なんかそれまあまあ楽しいおばちゃんなんですけど、楽しいおばちゃん、でもこの辺あれですね、海もちょっと見えるんですよ遠目に、海も見えていいですね言いながら、で椅子1個1脚ずつ買うたんですね、でこれ2脚同時に2500円で送れるから、ここ買っちゃいなさい、これ息子がこれ手彫りの椅子なのよいいわよこれっつって、分かりましたじゃあ2脚これじゃあ梱包して送っていただけるんですよ、そうそうそう2脚でね、2500円だから送料もね2脚あ5000円みたいな、いや違う全然違いますやな、まあまあでもいいかと思って、まあまあその椅子気に入ったんで、あんまりないシートの色やって紫でこうおったんですよ、でまあいろいろ世間話してる時にこの辺でも大変ですよね、基地もあって、そうなのよあれヘリコプターが来たでしょ、オスプレイが来てね、あれがもうね、もうこの時間ぐらいになると飛んでるんじゃないかしら、怖いわよもうすぐ目の前だから言って、その時ちょうど外でバタ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 言ったんですよ、あ来た来た今来てるわ見に行きましょうって出て行って、バー開けたら思いっきり道路はつってるおっさんがとか初ってる、絶対の話ですよ、いやいやまあ、ね、さあまだ時間がね、はい、はい、まだまだそうですね、お二人来てこの後ね、はい、たら出るんですよ、短めで非常によろしいです、はい、いやー滑らないっすね、いやー本当に、ね、まだまだ全然喋ってない人が、うん